ヒルドイドソフトト二 0.3%25g 上低、表、下から裏。ヘパリン類似物質製剤、ヘパリノイドは、ヘパリンの誘導体であり、グリコサミノグリカンの一つである。マルホによる、薬効分類の標榜は、血行促進、皮膚保湿剤である。外傷などの炎症反応の治療や保湿が必要な治療に使われる。処方前医薬品では、ヒルドイド、 一般用医薬品では、アットノンなど後発医薬品も存在する。軟膏剤とローション、スプレータイプ、ホーム剤がある。美容目的での処方箋発行が問題となり、2018年に処方箋医薬品から外すことが検討されたが、見送りとなり、保険診療外の使用を許さないという、厚生労働省の通知が明確にされた。こうした背景を受けて、一般用医薬品や、 スキンケア製品がドラッグストアで発売されている。日本では1954年にマルホが凝結素子血行促進剤としてヒルドイドを販売開始。1990年に皮脂血乏症の効能を追加、薬効分類を血行促進、皮膚保湿剤に変更。系列製品の販売は1996年にヒルドイドソフト2001年に ヒルドイドローション2018年にヒルドイドフォームを発売している。ヒルドイドゲルの保険適用症は以下である。ヒルドイドクリーム0.3%ヒルドイドソフト、軟膏0.3%ヒルドイドローションでは皮脂欠乏症の追加がある。保湿効果では10%尿素配合剤よりも20%程度高い。美容目的での医師の処方箋発行が問題となり、 2017年に日本皮膚科学会は調剤報酬から外すことも視野に入れて適正処方を提言した。保険適用を除外する処方制限といった案は健康保険組合連合会からも提出されたが2018年1月の厚生労働省中央社会保険医療協議会でヘパリン類似物質が真に必要な患者がいることを理由に見送られた。 2018年には一般用医薬品の油性クリームやスキンケア用ローションも登場した。2012年2月、日本皮膚科学会雑誌に掲載された論文では、先発医薬品であるヒルドイドと後発医薬品との比較試験において、ドフによる角層中水分量増加の効果は後発医薬品が明らかに劣ると発表された。 それに対し、独立行政法人医薬品医療機器総合機構が行った文献調査結果では、試験方法について、祖母や不明な点があり、会議的な見解が示されているものの、油中水型の製剤であるヒルドイドと、水中湯型の製剤である高発医薬品との違いが、皮膚透過性に影響したことが考えられると、結論づけている。また、同様の実例については、 2016年4月、医学書院発行の週刊医学会新聞でも言及され、後発医薬品の中でも外用薬に関しては、配合剤が同じである以外は、同等性が保障されておらず、機材の違いは持続時間など効果に影響することもあり、その差が先発医薬品のヒルドイドを選択する根拠になって、後発医薬品と効果が全く同じとは言えないと断言している。 ありがとうございます。